日本国民の査証要件では、日本国政府によって発給された、日本国旅券を所持した日本国民が、短期滞在を目的として、外国に入国する際の査証要件について記述する。現在、パスポートを所持した日本国民は193の国と、地域に、ビザなしもしくは到着時のビザ取得で入国することが可能である。緑はビザが免除されている国、青は、 渡航前に電子申請が必要な国、黄緑は到着時にビザが取れる国である。以下の表のうち、緑の国はビザ免除、白の国は到着時にビザ取得が可能、赤の国は渡航前に大使館などでビザの取得が義務付けられている国家である。なお、下表にない国家はすべて渡航前に大使館などでビザの取得が義務付けられている国家である。 また、詐称の他にも、旅券の残存有効期限が国家によって定められているので注意が必要である。一三、八七、八十三、十六二十八、五十七三、七四、五七、八十二、十三三、三二十三、二十五二、二六、七五、五十、十一五十一、五十二四、四八。 8252614145051ありがとうございます。